どうもさんこんにちはニューヨークでゴルフフローしている宮崎です今回もここゲームオンゴルフセンターから、えー、動画撮っていこうと思います今めっちゃ向こうでですねここのインストラクショナルダイレクターの,あのフレッドっていうやつがいるんですけどめっちゃこっち見てニヤニヤしてるさ <laughs>、はい、というわけでですね やっていこうと思うんですけどもで、今回は質問に答えるコーナーっていうのをやっていこうと思います。で、誰の質問かっていうと、僕のオンラインレッスンを受けてくださってる。あの木村さんっていう、めちゃくちゃう。まい、あのアマチュアの方なんですよね。あのプロなんじゃねえの。この人本当はっていうぐらい上手な方なのでえ何、ー、だろう？教えてて、あの結構なんでこの人な教えてんだろう。っていう風な気持ちになってくるんですが、あのまあ今回その彼から寄せられた。 あの質問っていうのがあのえっ、ー、とですねまあ今新しい動きを学んで認知してでそれを体の動きにこうなんだろう えー、思覚から新しい体の動きを体に覚えさせるっていう段階だと思うんだけどって練習で球数いっぱい打つのと球あんま打たないで打つのとどっちが効率いいですかみたいなその配分みたいなについての質問だったんですよねで現状彼はあんまり球打つ機会がないんじゃないかなみたいなそんな感じのニュアンスの文章だったと思うんですけどっていう感じなんですよね。なので、えー、とそれについて あの僕の考えをちょっと言わせていただこうと思うんですけどもまああのはそのの学習者のレベルによよって変わるんですよね例えば僕があの肩甲骨をスイング中の肩甲骨をめっちゃ使いたいですっていう人なんですけど例えばバックスイングではあのけこれが肩甲骨でこれが背骨だとしたらリトラクトってって肩甲骨が背骨に寄っていく動きっていうのをバックスイングに取り入れたいですと。ってなった場合。 こんな感じで、えー、肩甲骨をこう寄せながらバックスイングするみたいなのができると肩甲骨と肩甲骨の周りの筋肉の役割というのが、えー、肩から下の、まあ、肩を含めた、えー、上肢の動きの安定性とかっていう感じなので重たいゴルフクラブを振り回す上で。 こ,いつこの筋肉たちを使う肩甲骨と肩甲骨周りの筋肉を使うっていうのはとても、えー、有利にこちらにこちらに有利に働くわけです。というわけで、えー、肩甲骨をまず動かしたいよって肩甲骨をバックスイングの中に取り入れたいよっていうふうにあのなったらまず僕はクラブを持ってこうだみたいな話じゃなくまずは肩甲骨の単体の動きリ,リトラクションプロトラクションリトラクションプロトラクションっていうのを まず筋肉を動かすこういう動きができるかできないかっていうのはチェックするみたいのも含められてるんだけどリトラクションっていうのをまずやってもらうでこれはすごく分かりやすい動きなのであの肩甲骨をリトラクトさせるよっていうのをまず体感できたら今度はバックスイングの動きにこのリトラクトの動きリトラクションの動きを取り入れた バックスイングの肩甲骨の動きもしくはバックスイングっていうのを作っていくみたいな感じなんですね。でこういう新しい動きを認知するだけの段階っていうのは僕はこんな感じで、えー、その筋肉単体の動き骨の動きっていうのをまずやってもらってそこにちょっとゴルフクラブを振っていくためのスイングの動きっていうのにつなげるみたいな。で最終的にゴルフクラブを持って はい、リッターラックシャンみたいな感じでバックスイングを上げるっていう練習をするみたいな感じなんですよね。なので、まあこれは一つの一例として、ボールを打たないための動きみたいな感じに思ってください。で、僕の最近の,あの、えー、自主練動画で、僕はやたらこういう動きをやってるんですけど、それは、 まず体にこの動きを認知させようとしてるみたいな感じに思っておいていただけたらと思います。なので、まずボールを打たない練習っていうのに関しては今みたいな感じがいいと思います。なので、使い分ければいいっていう感じなんですけどじゃあ今度はボールを打つ場合新しい体の動きを含んだあの練習ってボールを打つ作業ってあんまりいい球打たないんですね。例えばバックスイングで こんだけ体が横にぶれてた人にあの僕の、まあ、本とか動画で紹介しているあのバックスイングの仕方を教えるとするじゃないですかそうするとほとんどの人は頭がぶれなくなるんですよねだけどこうやって今まで振ってた人が頭がもう微動だにしませんよみたいな横ぶれ全然ありませんみたいなバックスイングを身につけた時ってこの今までこういうバックスイングをしてた人は このトップも経験したことないし、このトップからクラブを振り下ろすっていう体の使い方も初めて経験するんですよね。なので、このトップできるようになった、やったーっていうので、いきなりこのトップを作って、バチコーンって打とうったって、まあ、体はそこからの体の動かし方知らないから当たらないわけですよ。なので、僕だったら、まあ、基本、腐れ玉を打てっていう話をするんですよね。絶対に、 せーの、ピューっていう感じでバックスイング作ってもらいますなんだけどあのレッスンでやった時のスピードウィーってこのスピードで振り上げてこの形を確実に作ったらここから、まあ、形が落ち着いた後にゆったりしたスピードでボールを打つみたいな感じでこれでボールを打つとウィー形はちゃんとできた上での スイングっていうのができるようになってくるんですよね。で、これで。打つとほとんどの場合、腐れ球しか出ないんですよ。まあ当たらないんですね。ただ、体は確実に、あの新しいフォームでの空の体の動かし方、クラブの動きとかっていうのをあの体感できるんですね。で、またそれも認知できるわけです。認知したら、それをどん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 リファインして、どん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 。この新しいトップからの。 振り下ろし方まず体の動きをあなんとなく投げてきたわこんな感じかっていうのが体が分かってきてそしたら今度はクラブの動きも今までこのトップから今までこういう振り下ろし方こういう振り下ろし方してたけどクラブもちゃんと新しい形からの動きクロゴルフクラブ自体の動き方っていうのを、えー、どん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 こう頭の中で新しいフォームで振った時の新しいクラブの動きっていうのもどん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 こう情報がアップデートされていくんですよね。 っていうふうになっていったら最終的にこの新しい振り下ろし方でミートさせるっていうのができるようになってきますミートでさせられるようになってきたらあの勝手に体の動きってあのスピードが上がっていくんですねだってゆっくりのスピードだったらミートできるように体調整してくれるからってなったら勝手にスピード上げてってよりいい感触をあのどんどん、えー、体に経験させて新しいフォームに体を慣れさせるよみたいな感じになってきますなので、 えー、僕の自主練習動画を見てもやっぱりわかると思うんですけどで最近の動画に共通しているのは僕は今フォームを直すのに特化させているような取り組みをしているので、まあ、試合もないしねもうこれから寒くなってくるからっていう感じなので球の行方とかマジどうでもいいと思いながらただただ新しい動きを、あのー、やってるってだけなんですよね。でそののうち一つが例えば今 まあさっき紹介したこういう動きとかっていう感じなんだけどこれを含んだ振り下ろし方これの意図は言わないんで聞かないでくださいあのー、こんな感じでポンってこれだけのこの動きだけ欲しいんですよねなのでこの動きでボールを打ってそうここでおしまいでまあ今たまたま綺麗に飛んでったけど あれで打ったら、まあ、ダウンスイング中腰全く動かさない胸こっちに向けたまんまみたいなフィーリングで打ってるんであの基本当たらないんですよね基本ちょろ玉みたいなしか僕は自主練動画で打ってないんですけどその理由は下半身から上のある特定の動きだけ取り入れたいから経験させたいからっていう感じでその時その形が自分の中でできてたら OK。 あの動画撮ってチェックした時にねで,できてなかったらダメみたいな感じであのー、まあなるだけできるようにしていこうってうだけなんだけど基本的にはできてい,いようができていまいがクソ玉でも全く構わないっていうような感じです。あのー、結構日本の生徒さん達って 真面目なので先生に言われた動きをやったらいい球が出るはずだっていう風に信じてる人が多いんですけど全然それでいい球打てたらラッキーっていうだけであって基本的にフォームを直すぞってなったら経験したことのない動きを動きの中に取り入れていくだけなんで。 基本当たらないんだったらせっかくだからフォーム直すのに特化してフォームはできてるでも腐れ球みたいな感じで練習した方がいいんじゃないかなと思います、えー、僕のレッスンを実際受けてみんな笑っ,ちゃ笑ってくれるんですけど笑ってくれるのがガンガン腐れ球打ちましょうっていうことを言うんですよねでで腐れ球打ってたら、まあ、最初はあの当たんないですよもちろん腐れ球打ってっていうのも言ってるしだけどフォームは全然良くなるんですよね でほっといたらそのフォームでやってたら慣れたらやっぱ当たるようになってきてで最終的には本番のスイングにどんどん近づけていこうみたいな話で、えー、本番のスイングに近づけて新しい動きやりつつの、えー、本番のスイングをやるみたいなそんな感じになっていくって感じです。というわけで、えー、と木村さんの,あの質問に関しては僕の考えは今みたいな感じなのでまあ練習場に行けなくて球を打てない状況が多いんだったらあの。 まあ、クラブなしでもしくはお箸でも何でもいいから今やってるのはヒップタックなのでヒップタックの動きをお箸持ってこうやってりゃいいしで手だけで,で練習場行ったら腐れ球でもいいから僕がオンラインレッスンで言ってるチェックポイント要点をちゃんと押さえた形できてりゃいいよみたいなそんな感じで十分ですあのでも最終的にはフォームを作ることじゃなくて本番のスイングにどうやって今の動きを こう馴染ませていくかみたいな感じだから、あのまあそんな感じだと思ってください。というわけで、えっ、ー、と木村さん答えられたでしょうか。まあ、あのわかんなかったら、あのまあ,あの普通に line ください。というわけで、今回の動画は以上です、えー、見てくださってありがとうございました。